いる？うん、入ってマックス。うわどうしよう。まあいいか、話そう。ケイト、本を持ってきたよ。スキップできない。ちょっと一回聞きましょう。マックス、なぜ昨日デイビッドから助けてくれたの？シャワーシーンはなぜかカットですね。弱い者いじめは嫌いだ。証拠探してやった後には。さあ、ここで、さっきちゃんとやるよ。ちゃんと選ぶよ。警察に行く。一応ね。多分巻き戻すと思うからね、この話。行く。うん、あー、びっくりした。絶対に警察に行くべき。私はケイトの言葉を全部信じるから、姉さんは本当にヤバいよ。ありがとう、マックス。警察に話してみる。メルズ校長にも。マックスが証人になれば、きっと対応してくれるはず。証人？うん。ケイトのことは信じてるけど、警察や学校からしたら、私たちは世間知らずのお子様だし、もっと慎重になった方がいいと思う。なんで？何に対して？ほら、プレスコット家は影響力があるから、裏目に出たらまずいと思って。もちろん姉さんは報いを受けるべきだし、許せないけど。うん、よく考えて、警察と校長に知らせるってことは、あの脅迫文もバレる。これで警察沙汰に巻き込まれるのは確定ね。って話になってくね。そりゃそうだ。まあやっぱこっちの選択も完璧にいいかって言ったら微妙なラインだな。戻れ。やっぱこれは証拠をちゃんと集めた方がいいと思うな。先を見据えて。だなぁ。はぁ。そう、さっきの状態にちょっと近づけますね。ちょっと一回見るね、全部。ケイトは動画の件で頼れる人がいない。よし。で、戻ってきた。これが正しい選択だね。このプレイとしては。平和プレイとしてはね。よし。で、一応、ウサギ取ったっていうのも、ああ、取った事実はあるんだ。OK、わかった。じゃあ、これで、本を置いて、まあ、やりたい選択肢で進めますか。証拠は、証拠を探していこう。警察に行っても、信じてもらえないよ。多分、動画の内容からして、主張は受け入れてもらえないと思う。でもあれは薬で。それを証明しなきゃならないの。警察や学校は動画を見てどう思う？うん、ケイトが不利になるだけだよ。もう絶望的ってこと？違うよ。ただこれ以上ケイトに傷ついてほしくないだけ。つまりどうしようもない、それが答えなの？待つべきだと思う。別の方法があるかもしれないし。じゃあ何？それまではみんなにビッチ呼ばわりされてればいいの？もういいよ。かわいそうに。でも何してるんだか、まるでケイトの力にはなれなかった。でももっと証拠を集め。事態は思ってたより深刻だ。ケイトの言ってることが本当だとしたら。でもこれは正解だと思う。今はごめんね、ケイト。なんとかしてやっから。はあ。よし。あ、クロエから。飯、通報エールズ、来いよ。やった、朝ごはん。顔文字やめろ。さあ、じゃあケイトも連れていきたいな。でもまあこんなもんかな。ブルックいる？ブルックは不在。
とりあえず、これ多分もう外出て、通報エルズのとこに行くんだよね、流れ的には。さゆりさん、さゆりさん、何か忘れていることないかな？最後にちょっと見回って、次の場面に行きましょうか。入れるね。誰も、あ、いる。いるわ。いや、ケイトは絶対助けるよ。じゃあここには用はないか。指ふやけてそうって。ああ、長風呂派なんだな。あ、デーナ、あ、おや、あ、仲直りしたの。おや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 、ケイトがどれだけ傷ついているか分かってないよ。そうだな、この人は普通にね、知ってる知ってるって感じで話してきたしな。ごめん、今ザックにメール中。あ、そうですか。また後でね。あ、話できねえ。移り変わりの激しいことって声に出しちゃダメだって。お、デーナワード、交際ステータス、今彼氏います、嬉しい気持ちでいっぱい、私のアモーレはかっこいいのよ。舞い上がってんだなこれ。学校中に骸骨やお化けを飾るのは面白いかも。はあ、噂好きなんだろうなって。こんなの誰が着る？ あ、ビクトリアか。へえ、コスチュームセントラル。そうだな、思い出したね。ねえ、思い出したよ。どうする？これこのまま行くとあれだよな、ハロウィンパーティー行くことになっちゃうんだよな。どうする？いいのかこれ、行っちゃって。でもそこまで行くんだったらちょっと相当戻すことになるよね。どうしよう。あ、戻らないのか。もう移り変わりの激しいこと、もうダメか、行くしかねえのかな。誰が着る？あ、ビクトリアか。行っちゃえって。分かった、とりあえず今行ってみよう。いやー、絶対ね、絶対なんか魅力的なね、なんかイベントありそうな気がするんだよな。他にどうかな、なんかショック。誰だ？朝方じゃないんだね。取り巻きか。これ多分出れるよね、多分ね。あ、出れるな、出れる出れる出れるから。テイラーの部屋。テイラーは相変わらずビクトリアに振り回されてるみたいね。また後でね。じゃあやれることはないね。じゃあ行きますか。壁のやつは誰もメッセージをくれないよって意味なんだ。あ、そうなんだ。あ、つらい。外。さ、出かけよっか。あ、特に名もなし。サミュエルかい？サミュエルとも仲良くしたいんだよな。あ、見よ。サミュエルの周りに鳥が集まっている。おはようございます。サミュエル、早起きですね。ああ、おはよう、マックス。早朝が好きなんだ。穏やかで静かで、動物たちも一緒に目を覚ます。雪について。昨日の季節外れの雪のことはどう思います？地球からの警告だよ。今日真面目だ。でも正直言って僕は今まであんなの見たことない。それがこの町の大好きなところです。森にいるたくさんの動物たち。リスは毎朝来るんだよ、餌を探しに。ささやきが聞こえるんだ。森ではどんな動物を見たんだい？あ、ほんほんほん、鹿を見たよ。実はメス鹿を見たんです。私のことをじっと見ていて、なんか言ってくれるかも。まるで何かを訴えるように。それは君の守護動物だよ。マックスは自分のと出会えたんだ。ほう、運命の予兆かもしれないね。
説得力ないか。僕の守護動物はリスだしね。大切な朝のひとときを邪魔したくないので、また後で。いつでもおいで。サミュエルは不思議な人だな。鼻歌。ああ、サミュエルだ。朝早くから動物たちと語り合ってる。この前の発言はやっぱあれなのかな、わざとなのかな。不思議な人だね。あ、フットボール。校内にフットボール禁止ゾーンを作ってくれたらいいのに。危ないよね。トーテム。あのトーテムはトバンガっていうらしい。前にウォーレンがそう言ってた。うわ、どうでもいい。トバンガ。あ、何。生ゴミの分別くらいすればいいのに。でもこれでリスをおびき寄せられるかも。え、何、リスおびき寄すの。いいものがあった。ほら、リスさんおいで、写真を撮ってあげるよ。あ、来た。ほら、リスさんおいで。近づいていいの？近づいていい？あ、来た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 。発進。やった。ピューリッツァー賞はいただきだね。お、ヒーローコンテスト優勝かな？いいねー。あ、日記だって。あ、見てみようか。あ、見れない。見れない。おとなしいもんだね。あ、めっちゃページ増えてる。あー、わーわーわー。わあ、すげえな。これいつかちゃんと見たいね。ふんふんふん。ああ、なんだろう。ふんふんふん。癒されるな。さあ、特に何もなければ行っちゃおうかな。サミュエルともまあなんか友達フライが立ったしな。サミエルったら鍵をかけとかないと不用心だよ。わ、なんかあるか。これじゃすぐに忍び込めちゃう。わ、なんかある。レイチェルが心配なのはわかるけど、お、普通ビラまで持ってる。なんでサミエルがレイチェルの写真を持ってるの。おやおや、ファイルだよね、これファイルに挟んでんだ。レイチェルが心配なのはわかるけど、なんでサミエルがレイチェルの写真を持ってるの。サミエルはサングラスなんてかけないし、なんでこんなものが。へーって書いてある雑誌だね。でも男が読みそうな雑誌ではないね。なんだ。分けありですね。あ、またなんか、あ、塗り直したからあれだね。すごく綺麗に塗られてる。サミュエルってセンスがあるんだね。いいじゃん。聞けるか。巻き戻すと何かわかる？何をしろうか。このままでもいいんじゃねえか。巻き戻す必要あるか。なんだろう、巻き戻す。ああ、そうか。今はサミュエル。あ、できた、話が出た。これだ、多分これについてだな。詮索してごめんなさい。でもなぜ物置にレイチェルの写真があるんですか。彼女のことを知りたくて。と言いつつ詮索は続けるのか。みんな彼女に興味津々だ。サミュエルはやっぱついてくるな。サミュエルめちゃくちゃ頭いいのか。彼女を知ってるの。知り合いだったんですか。警察にも言ったけど、レイチェルはいい子だった。彼女が写真をくれたんだよ。警察に話したんですね。レイチェルはモデルになりたかったみたいで。へえ。ああ、レイチェルは宣材写真をばらまいていたから。マックス、詮索を続けなさい。は、時間は君の味方だよ。は、大切な朝のひとときを邪魔したくない。いつでもおい。ほほう、戻そう。サミュエル。いや、レイチェルについてでもう一個の方行ってみようか。と言いつ
心配している人たちがいるんだよ。レイチェルのことを心配して探してる人たちがいるんです。見つかるかな。いくら心配しても解けない謎はあるのさ。うわ、意味深。でもあなたは彼女の写真を持っている。ああ、なんだなに、意味深だぞ。まあいいや、とりあえず最初に選んだ選択肢でいきましょうか。はあ、なんだなんだ、はあ、なんだ、いやー、どうだろう。知ってたとして、サミュエルのその、まあまあ、レイチェルが誘拐された、あ、行方不明って言うのも、私誘拐なイメージがもう思いっきり強いんだけどね、普通行方不明ってならないから、人ってってなったら、でも理由が必要じゃない。うん、サミュエルは美人に目がなかったのかなのかな。あ、テイラーだ。お、珍しい、一人でいるのは。ビクトリアたちと一緒じゃないテイラーって初めて見るかも。ちょっとテイラー気になるけど、ちょっとあの今あのもう一回サミに話しかけてみようという人がいらっしゃるんで、ちょっと俺も気になるから聞いてみよう。じゃあね、マックス。あ、ダメだ。動物の声に耳を傾けるんだよ。じゃあこっちだね。テイラー、おはよう。テイラー。何よ、ビクトリアに優しくしたからって私は慣れ合う気はないから。あ、影響してる。私はテイラーともビクトリアとも喧嘩するつもりはないんだけどな。いっぺん普通に話そうよ。変な子。ま、ちょうど暇だったしいいわよ。取り巻きと会話だ。いやでも、動画について興味津々って思われたくないな。最初に左を選んで、右で本編進めますよ。ケイトの動画ひどいと思わない？うわぁ、そういう風に言ったか。彼女すごい苦しんでるよ。それで、いい子ぶって実はビッチだったんだから自業自得よ。あー、やべ、喧嘩しそう。なんでビクトリアと一緒にいるの？あなたたちにも意地悪なのに。だから何？あんたに何がわかるって。ほう、彼女は最高の友達よ。え、あ、そうなの？そういえば私にもそういう友達いたっけな。ママは認めてくれなかったけど。口うるさくても健康なら私のママなんて。はい、やっぱ今のなし。え、お、おやおやおや、話が発展しますよ。テイラー、話はおしまい。戻れバイツアダスト。なんだテイラー。何よ。なんだ今の選択肢は。なんだ、お母さんのこと。お母さんが病気だって聞いたよ。心配だよね。何があったの？背中の手術よ。ビクトリアがそばにいてくれた。今のあんたとケイトみたいに。え、私だって人を傷つけたいわけじゃない。知ってる、だから話したかったの。そう、よかった。ん、君も本当はいい子なのかな。悪い話し合いじゃなかった。平和への一歩。テイラー、案外楽しかったかも。また話そうよ。じゃあね。世の中にさ、悪人なんていないんじゃないかなって、やっぱなんかそう思えてきますね。悪いやつと思える人もやっぱ何かしらの一癖二癖とかあって、仕方ないのかなってこともあるんじゃないかなってね。やっぱ話してみるべきだよね。あ、でも非通知は怖いよね。私は姉さんの父親だ。息子を中傷、脅迫すれば我が家の弁護士があらゆる法的手続きを取ることになるだろう。過去にもそういう生徒何人もいた。君が最後であることを祈る。親切に警告してやるのもこれが最後だ。ほう、言ってくれるな。お、つまりまああれだ、優しい脅迫だな、これは。ほほほ、お父さんからか。これとは違うんだ。ほう、なるほど。お、マックスの反応はなしか。非通知で番号を送ってくって怖いな。
でも非通知か。マックス、ちょっと来いよ。来てるよ。なんだよ。ホーレンももう寮から出てきてる。誰かを探してるみたいだけど。いや私だろ。いやマックスじゃないのかい。ホーレン、何してるの。ああ、別に電話を待ってるんだ。電話てか、電話はもう出たんだけど、まあ、そんなことより昨日は大変だったね。お、昨日は大変だったね。ありがとうは大事。そういえば、あの時はありがとう。超かっこよかった。そのうちお礼するから。お、ああ、期待しとくよ。ボコられた甲斐もあるってもんだね。ヒーローにでもなろうかな。お、日常ヒーロー。ホーレンはまさに日常ヒーローだよ。あいつに立ち向かったんだもん。でも君は俺を残して女の子と逃げたよ。いかにもパンクっぽい子だったけど、知り合い？やばい、もう俺、私もね、ウォーレンを守りたくなってきたな。お、そうか、なんだ？右の選択肢はあれか？紹介しないってことか？紹介してもいいと思うけどな。幼馴染のクロエ・プライス。すごく久しぶりに会ったんだ。彼女が颯爽と車で現れた時は、ほっとしたんじゃない？それはそうと、なんで姉さんに絡まれてたんだ？まあ、隠す理由ないね。あの、クロエのことはね。この話をしちゃうと、ウォーレンを巻き込むことになるね。言っちゃおうか。昨日トイレで、姉さんが銃を持ってるのを見たの。今度ちゃんと話すけど、校長先生が対応してくれるはず。昨日の雪といい、最近はまるでディストピアだ。そうだ、例のドライブインシアターで猿の惑星シリーズ一挙上映だって。話は変えた。行こうよ。デートだ。でもこれ、ちょっと待てよ。はい、出ました。本当はこっち行きたいんだけどね。出ましたね。さあ、こっちに行っちゃうと、行くって言ってしまってもデーナの方があるので、間に合う？何時から？デーナの方の約束は。やめとく。今見ても楽しめそうにないし、むしろ逃げ出したい気分。しょうがないな、この汚らわしい人間め。元ネタ何？何時から？話す。でもブルックも行きたがるかも。聞いてからにするよ。時間による。これ今約束してさ、片方とも約束してから無理とかないよね。ウォーレン、あれ、できれば行きたいよ。ウォーレンいいやつだし、ちょっとお礼したいよな。行くって言ってみようか。時間はね、10分以内って感じがね、戻すなら。って言ってみよう。気晴らしにはちょうどいいかもね。レトロもサルも大好きだし。てっきり断られるかと。詳細はまたメールするよ。あ、ほんと？教授会？ブルックにはやっぱり君と映画に行くって言うよ。またメールする。はい。どうしよう。どうしようか。まあ、でも別に今日じゃなくてもいいよね。デイシアターって感じじゃないでしょ。今日オンリーじゃないよね。あれ、どうなんかしら。今週中でしょ、どうせ。あ、まあいいや。とりあえず、まあ、フラグは作っとこうか。ね。八方美人プレイだね。